係員が離れます。スタートしました。バラついたスタートになりました。まず15番のステラベルデが飛び出していきますが、ダッシュがついて内枠各馬、4番ライズガール、そして5番のイサチルシーサイド、2頭が前に出ました。わずかに4番ライズガールが前、6番のフルブースト、1馬身差の3番手、15番のステラベルデインコースに入って、7番のシアブリスト、1番のハニーディライト後位追走、12番ワールドシリーズはこれらを見て中断です。外に17番いつもニコニコ、差がなく2番カガロケット、あとは10番のロイヤルストレート、外からは18番の天来が言っています。2馬身後ろ3番カフェグランデ、13番ヘルミーネ、並んで16番ボナフォルトゥーナです。 600m は35秒7で通過。後方9番ネオフィロ、3、4馬身が相手、8番マクスウェルカフェ、14番ショコラショー、3馬身後方11番ゲームアップロード最後方です。 3、4コーナー中間、前を行く4番のライズガール、リードが1馬身ほど、5番イサチルシーサイド2番手、3番手は中に7番シアブリス、外に6番フルブースト、インコース1番ハニーディライト、差がなく12番ワールドシリーズ、15番ステラベルデオーストに持ち出して直線です。前は4番ライズガール、リードは1馬身ほど、追って5番のイサチルシーサイド、差がなく7番のシアブリス、現在3番手、ここで先頭イサチルシーサイドに変わって2番手7番シアブリスが並びかけようとしている。3番手争いからはワールドシリーズ15番のステラベルデ、外からは17番のいつもニコニコ追い上げる、先頭は5番のイサチルシーサイド、並びかける7番のシアブリス、内外離れていますが、わずかにイサチルシーサイドか、いや並んだぞ、ゴールイン、5番イサチルシーサイド、7番シアブリ、最後の最後で並びました。時計は1分23秒7、17番いつもニコニコ3番手。